広島県のやや西寄りに位置し、緑と水の町、安芸高田市八千代町。緑に囲まれたゆったりとした時間が流れる町です。八ダムは八千代湖を囲むスポーツリゾート施設としても人気のスポットです。八ダムスポーツランドの総合受付、八千代湖沿いにある八千代町サイクリングターミナル。ここには自然の中でゆっくりと休める宿泊施設、子供用、二人乗り用、マウンテンバイクなど、たくさんの自転車を取り揃え貸し出しています。サイクリングロードを走ると爽快な気分になれます。カヌー教室、八千代湖は穏やかな水面なのでお子様も安心して体験できます。そのすぐそばにある BMX コース、 BMX インストラクターによる教室も開かれており、自転車に乗ることができれば5歳から参加できます。ここは国際大会規模の施設を誇り、迫力満点の国際大会も開催されています。広い敷地の野戸越公園では、春には花見、夏には昆虫採集など、思い思いに楽しんでください。ダム沿いにあるファミリーキャンプ場では、川沿いにテントを張って楽しくバーベキュー、川遊びで自然を満喫できます。ダムが紅葉で赤く染まる頃には、八ダム湖畔マラソン大会で盛り上がります。夏の一大イベントである安芸高田花火大会、穏やかな八千代湖の水面に映る花火に歓声が上がります。ダムから約5キロメートルの八千代農家美術館、白い外観がひときわ目を引きます。15名の作家がそれぞれの棟で個展を開いています。また八ダムから約15キロメートルの千流峡ふれあいの里では、水車のある懐かしい風景に出会えます。八ダムとその周辺にはたくさんのレジャー施設がいっぱいです。自然の中でゆったりと遊び、心と体の疲れをとってください。自然道楽、自然の中で過ごすことが一番の贅沢だと思います。